滅菌されたハート、抜きっぱなし、抜いたところの歯、これがいちごシロップでどう変化するんだろう。お口開けてください。口元美容香りです。今日は実験しようと思いまーす。じゃじゃーん、これなんだまだちょっと季節早いよね。早いねんけど、いちごシロップかき氷よー。どう、美味しそう、美味しそう甘そうって感じ。裏を見ても加糖、ぶどう糖、液糖とか書いてるよ。でもなんかね、合成着色料は使ってませんみたいな感じで、紫芋色素とか紅花色素、カロチン色素って書いてあるわ。これが歯をどんな風にするんか見てみたいと思いまーす。ということで実験実験、シロップさんはどんなんかな、あげてみよう。じゃじゃん。おー、こんなんか。いちごシロップ、これを2つ作りまーす。同じぐらいかな。1つは抜いた後滅菌した歯を入れてみますね。じゃーんそんなしたことない。どうなるんでしょう、どうなるんやろう。私もこんなにつけたことないし。いきますよ。滅菌された、綺麗になった歯をこの中に入れてみます。じゃぽん。どうなるかな。ほんでもう一つは、じゃーん、今抜きたてほやほやの歯です。親知らずくん、真っ赤か、血ついたまんま。この親知らずくんを入れてみます。じゃぽん。さて、滅菌された歯と抜きっぱなし、抜いたところの歯、これがいちごシロップでどう変化するんだろう。結果は私も分かってませんが、観察していきたいと思います。お楽しみに。じゃんじゃん、あれから13日が経ちました。じゃ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 ん、どうなったやろね。私も見てないからほんまにどうなってんねやろっていう感じやねんけど、見て見て、ちゃんと滅菌した、抜いた歯、抜きたて血まみれの歯。さてさて、中でどうなってるかな。見てみよう。見てよ。じゃーん。じゃ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 ん。なんか切れそうやない？ほら、やっぱばい菌いてない歯って。なんか悪くない感じちゃう。こんな感じ、めっちゃ綺麗よ。じゃじゃん、水の中で洗ってみよう。洗ってみよう。どう？なんかあんまり変わりもなく綺麗じゃない？なあ、変わりもないって感じ。問題はこっちよね。血まみれのまんま入れた歯のやつ、どうなってんやろう。うわぁ、じゃんじゃーん。これも洗ってみよう。どうやろうか。じゃーん。あ、虫歯
ガーにはなってたからな。この甘々で歯が溶けたともちょっと言いにくいかな。そう、私前動画でワイン漬けしたことあんのよね。そん時はもう溶けてガサガサになったのよ。それから思ったら大したことないのよね。拭いてみるわね。やっぱり歯の外側は硬い組織でできてるから何ともないみたい。ただし、この硬い皮の中はなんか染まってるよね。溶けてきてんのかな？甘いのにやられた感じ。見受けられるちゃん。外はやっぱり強いのよ。でも、穴開いてほっといたらこの中が見えるやんか。だから、あかんちゅうこっちゃな。いかがでしたか？熱菌してたら、バイ菌いてへんのよ。でも、抜きたての歯には、バイ菌ついたまんま。ここに、砂糖が入ったような、いちごシロップにつけたらどうなるかなって、ちょっと実験してみてんけど、外側の歯の硬いところは大丈夫やったやん。歯の内側、中は、だんだん侵食されている。そんな感じになってたやろ。だから、例えばよ、歯の根っこの治療してます。痛くなくなってきた。ほったらかしてますっていう時に、治療終わってなかったら中にバイ菌おるから、それが悪さして、中を空洞にしてしまうっていうことがよくあるんよ。側だけ残ってるけど、みたいなことがあんねんな。虫歯だってそうやね。側残ってるけど、中ボロボロなってたわ、みたいなことめっちゃあんねん。中が弱くて柔らかい組織やからさ。自分で、あ、こんな点ぐらいなん大丈夫って思ったら、中で大きい虫歯になってることだってあるんやから、絶対歯医者さんでチェックしてもらって、レントゲンとか撮ってもらわな分かれへんからな。口の中は、バイ菌をゼロにはできへんねんから。自分で気をつけていかんな、あかんよな。いちごシロップに負けんように。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またでーす。ということで、歯の相談とか、歯医者さん行きたいわーなんていうご要望をいただいております。それで、公式 LINE っていうのをやってるんですよ。公式 LINE に登録してもらったら、美しい歯を保つために、綺麗な笑顔で一生過ごせるように、そんな願いを込めて、私が監修した虫歯にならない、歯磨き以外の方法をまとめたもの。それから、歯周病なってないかな？だってさ、4人に3人は歯周病って言われてる時代やで。自分の歯周病大丈夫かなっていうチェックリスト、プレゼントしてまーす。ほんで、さらに、歯医者さんまで来てくれたら、オリジナルポーチに入ったセルフケアセット。こんなプレゼントも用意して待ってるからねー。公式 LINE。登録お待ちしてまーす。